大村岩尾は、北海道稚内市出身の元プロ野球選手、コーチ、宇藤右内。現在は、横浜 DNA ベイスターズ2軍、打撃コーチ。東海大4高校2年時の1986年に、夏の甲子園に、エース兼5番打者として出場し、人生学園高校のイラブ・ヒデキから本塁打を放ち、注目される。1987年秋のプロ。 野球ドラフト会議にて、ロッテオリオンズに6位で指名された。投手として入団したが、すぐに打者に転向した。1989年のフレッシュオールスターゲームでに、アンダを放ち最優秀選手に選出された際に、賞金の使い道を問われ、すべては都大と答えるほどの練習熱心な選手だった。1995年は 1A 英イセーリア・オークスに野球留学した。 二軍生活が長かったが、1995年頃から、一軍出場が増え95から99年頃までは、純レギュラー的な位置を確保する。1999年にはクリーンナップを務め打率、276、本類打13、打点52を記録。だがその後は突発性難聴や怪我に苦しみ、2003年のシーズン終了後に現役を引退した。 現役時代は同様、愉快な巻き場をもじった独特の応援歌で人気があった。本人は応援歌の変更を依頼したこともあったが、現役晩年には気に入っていたようで、解説者時代に応援歌の歌詞にちなんだ、いわいわ王という題名のコラムをロッテ公式サイトに書いていた。イラストが得意であり、様々な選手のイラストを描いたところ、描かれた選手からも好評を博し、 大村岩尾が白と呼ばれていた。後に、球団からも、大村岩尾が白 T シャツが発売された。引退後は2004年から2005年まで、千葉テレビ放送、J スポーツで野球解説者を務めた。2006年に、北海道日本ハムファイターズの2軍打撃コーチに就任。2009年から2010年には1軍打撃コーチを務め、 前年リーグ最下位だったチーム打率、得点を2009年はリーグトップにし、同年のリーグ優勝に貢献した。2011年から2012年までは再び二軍、打撃コーチを務めた。日本ハムコーチ時代は、糸井義雄、中田翔を育てた。糸井は、大村岩尾打撃コーチは、鬼コーチだから。でも、俺に、一からバッティングを叩き込んでくれた方で本当に、 お世話になった。筒号がセリーグを代表するスラッガーに成長することができたのも大村コーチが一役買っていると思うと述べている。また、筒が本人も大村コーチと横須賀できっちり練習をしたことが今の結果につながっていると思います。と語っている。2013年は横浜 DNA ベイスターズの2軍打撃コーチを2014年は2軍監督権。 打撃コーチを務めた。2015年は一軍打撃コーチを務めたが、同年10月4日に辞任した。2016年からフルス、古巣、千葉ロッテマリーンズの二軍打撃コーチに就任することになった。2019年は一軍打撃コーチへ配置転換された。2019年、10月4日大村から対談の申し入れがあり受理されたことが発表された。 2020年シーズンからは横浜 DNA ベイスターズの二軍打撃コーチ。ありがとうございます。